今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間、それではいきましょう。魂のリラックスを訳してたまりラーはい。いやいや、今日はですね、12月の25日なんですよ、実は。そうですよ。メリークリスマスでありですね、2021年の最後の放送ということになるんですけれども。本当？あ、本当だね。そうなんです。それでですね、なんとまあびっくりすることに、この2021年最後の12月25日の放送をもってですね、ぴったり300回でございます、小村慎吾さん。そんなことあんの？すごくない？すごいですよね、タイミングが。すごいです。見事に今回は300回記念ということで、遠く離れたとこ同士でですね。痛かったな、一緒に。それだけ聞くとちょっと気持ち悪い感じしますけど。いや、そうなんですよ。記念すべき今日がね、2021年の最後の放送ということで、はい、来年、来週になると、301回目から新たにこうスタートするという形になるわけなんですけど。いや、そんな中、大村慎吾さんはね、そんな放送回数もつゆ知らず、日々歩きまくっていると思いますけども、毎週聞いておりますが、今日は一体どちらの方にいらっしゃるんですか？今日はですね、愛媛県のはいはいはい。宇和島っていうところです。宇和島。あれ、結構じゃあ回ってきてますね、もうね。もうね、南の海を越えて、今はいね、はいはい。西の海を北上していってる感じですね、西の海側を。だから、四国を、まあ、言ったら右回り、時計回りで、右上からぐるーっと。そう、9時ぐらいのとこ。今9時ぐらいのところ。9時ぐらいのとこ。スタートが何時だったんですか？何時ぐらいのところ。スタートは、四国のあのね、41県時、を、2時、12時、時。2時ぐらいから、2時ぐらいからスタート。非常にわかりやすい。単身でいいですよね。単身の方で。単身、単身が2時ぐらいのところから四国をね、時計の丸に見立てたとしたら、2時ぐらいからスタートして、今もう9時まで来てる。9時まで来てます。あら。もうだから言ったら半分は超えちゃってるぐらいの今計算になりますけど。そうですね、半分は超えてますね。あら。あ、そうですか。じゃあこれ、行く当初から言われてましたけど、大体1月半ば頃ぐらいまでかかるんじゃないかと言っていた。その予定が今、非常に計画通りに行ってるような感じなんですか？ほぼ計画通りです。いやー、すごいですね。いやいや、見事ですよ。旅行会社の社長さんみたいじゃないです 社長やって。一応社長です。社長さんなんですね。見事なスケジューリングで素晴らしまあ、そんな感じで来てますよ。なんだかんだ言いながら。い。なんだかんだ言いながらって、こちらもね、だいぶ横浜の方はもう一週間ぐらい前から寒くなってきまして。もう部屋の中でもエアコンなければちょっといられないぐらいになってるんですけど、そちらの気候はどうなんですか？やっぱり寒いんですけど、一日すごい寒い日がありまして、なるほど。その時は歩いてる時に、道にですね、気温が出てる表示の道があったりするじゃないですか。ありますね。それがね、2度でした。2度ってもう凍りますからね、そろそろ。寒いはずやなと思って。で、その時は高知県だったんですけど、高知県、はいはい。山にはですね、うっすら雪が積もって、いやそれで歩すいてごい。るところもですね、道は積もってないですけど、横の田んぼとか日陰のところはうっすらと雪が積もってました。いやいやいや、なんかね、前回聞いたら雨もほとんど降ってないというような話でしたけど、それ、まだ降ってないからいいですよね。まあ寒いは寒いで嫌ですけど。
そうですね。だけどね、寒かったのはその1日だけで、ええ。その次の日からは、気温としては10度前後あって、まあ、10度超えてるかな。なので、ちなみに僕が着ている服でいうと、中に T シャツを着て、それから、薄手の長 T みたいなのを着て、で、それから上に、まあ、薄手のトレーナーみたいなのを着て、で、上にこう、フリースみたいなのを着てるんですけど、少なくともフリースはいらない。そうですか。で、昨日に至ってはですね、今そに至っての、は。T シャツと長 T だけで歩きました。それもあれですね。中学生の春ですね、もうそれは。いや、でも僕が中学生っていうわけじゃなくって、その陽気と歩いてる、その運動してるっていうことで、それ以上来たら汗かいちゃって。いやだからね、何週間前にも言ってくれてましたけど、体にとってはめちゃくちゃいいんじゃないですか、これ。そうでいいですよ。ねえ、冬でも外歩いてて、体ポカポカしてるっていうことですもんね。それでしかもね、もうさすがに今となっては荷物運んでくれる人はいないので、いや、でも、米軍荷ね、物奇跡背負っ的てまに。すから。なるほど。いや、本来は、まあ、皆さんずっと背負って歩くっていうのが普通なんだけれども、まあ、小村さんのこのね、人脈であったりとか、こう、たくさん助けてくださる方、まあ、前半は結構持たずに済んだぐらいな感じだったんですよね。そうですね。徳島に入るまでは全然持ってないし、あ、違うわ、高知に入るまでは全然持ってないし、高知の2時半から分ぐらい、5時ぐらいまでは全然持ってないってことですね。持ってないですね。小川さんはこうやってね、今私はリモートで、まあ、画面を通じてインターネットでお話ししてるんですけど、世間の流れとか動きっていうのはニュースとかで見てるんですか？あんまり見てないです。あ、テレビは全く見てないので。テレビを全く見ていない。テレビ全く見てないです。え自分、今もね、ホテルの部屋なので横にテレビはあるんですけど、えー。はいはい。テレビのスイッチを押す気にならないですね。押す気にならない。それ、お家にいたとき、そのお遍路に行く前は、お家にいたら、押す気になってたんですか？あんまり見ない人ですけど、そもそもね。そもそも見ない人ですけど、ドラマとかで、まあ、見てるドラマがあったりとか、あるいは、まあ、よく言うけど、アメトークやったりとか、その時ばかりは見てたんですね。ごめんなさい、僕、今、嘘を言いました。1 気回持だちけのテいいレビ現見場。ました。一回、いや、でもそれで一回ですよね。一回だけ何ですか、それ。M1 です。そう、だからね、私もそれを今聞こうとしたんですよ。世の中やっぱね。M1 があると、やっぱお笑い業界もガランとやっぱ雰囲気が変わるわけですよね。それはだってね、大村慎吾さんも今年も一度は M1 を目指した芸人さんですから。僕が目指したってことは、内さんも目指したっていうことですよ。私はなんか、お荷物、小荷物という名前で出ようじゃないかみたいな、一回ね、たまりらん中でそんな話もありましたけど。いや、じゃそれは見てるんですね。優勝した方も知ってるんですね。だからひょっとしたら僕らにも風向いてるんちゃいますか？もう今回はね、錦鯉というね、まあ、言ったら40代、50代のコンビがまあ優勝ですから、まあ、そういう意味では、同じような年代でね、まあ、ずっと芸人さんやってる人なんかは夢が見れると思いますけど、私はどっからどう見てもボイストレーナーですからね、ずっと。いや、僕、どっからどう見ても旅行会社の社長ですよ。いや、そうですね。6000組応募があるんです、M1 グランプリってね。そのうちのまあね、トップですから、それは相当面白かったですけど、でもその流れは知ってるんですね。そうですね。これはね、その日の泊まるところに、チェックインをしたわけですね。で、
その日の泊まった宿っていうのが、いわゆる、日帰り銭湯施ああ、な設、るほど。銭湯施設はい、ありはい。ますよね。そはい、れはい。に、宿泊するスペースがあるというん。う、なるほど、自なる分ほど。のお部屋があるという、そういうとこやったんですよ。メインで、は、だから、その泊まるとこっていうよりかは、おまけで泊まれるところ。そうです、そうです。はい、はい、はい。で、入ったら、そういうところって、フロントの前にテレビがあったりするじゃないですか、田舎わやかりし。ます、わかります。はい、はい、はい。で、そこで、うん。そこ。6時、5時、5時半ぐらいやったかな。多はい。分、同じテレビ局の、番組がやっていて、そこで今日6時半から、M1 ですっていう、はい。アナウンスをが耳に飛び込んできたんですよ。なるほど。もう必然ですよ、それ。それで、そうあかんやん、これと思って。あかんやんってことはないですけどね。で、その残り1時間の間で、お風呂入っうて、夕あら。食とって、うんうんうん。で、6時半にはもう部屋のにスタンバイして見るという。それ1回戦出た人の見方ですよ、それ。おそらく。身なそう、り整えて、ああ、見るとって。もう急に焦っちゃって、で、行く、もう、わーって部屋に入って、すぐにお風呂の用意を持って、浴衣に着替えるとかするんですけど、あれなんですよね、僕、筋肉をサポートするサポーターパンツみたいなやつ履いてるんですよ。よくアスリートの人が履いてるような。なんかパッツパツみたいなやつですか？そうそう、パッチの、黒いパッチみたいなのあるやん。はい、あります。で、そのパッチみたいなやつ履いてから、靴下を履いてるわけですよね。で、ちょっと足首のサポーターみたいなのしてるんですよ。で、その靴下と足首のサポーターを脱がないと、そのサポーターパンツを脱げないわけやけど、もう焦ってしもって、さっきサポーターサパンツをガーって下ろしてったら、くるぶしのところで引っかかって、で、もう一回、ガーもう一回履いて。これ、じゃあ、小村さん、いいんですよ。別に、いいんですけど、その話ね。2021年のクリスマスの夕方にですね、58歳の人のこのね、脱ぐ脱がないの話を、この鎌倉野球の電波に乗せてるところに、私、ちょっと面白さが込み上げてきて、今。いいんですよ。ものすごいわかるんですよ。状況もわかるし。いいんですよ。話としても面白いんですけど。これをクリスマスの夕方に皆さんが聞いてくれてると思うとすっごい面白いんですけど、この話。まさにクリスマスやね。いや、さすがの、やっぱね、たまりだ300回の歴史を感じますね、やっぱり。素晴らしいです。まあ、そうでしょう、もう横浜なんて特にもうクリスマスの景色で一色なんじゃないですか。そうですよ。もうだから私は、クリスマス感はね、まあ、だんだん大人になってくるとどうしても皆さんもね、ちょっとこう子供の時のようなワクワク感というよりかは、まあ、キラキラしてるけどもみたいな感じにね、ちょっとだんだんなってきますけど、ありがたいことにやっぱり子供がね、小学生で今いますので、まあ、サンタさんに手紙を書いたりとか、お部屋を飾り付けしたりとかね、そういうことをしてますからね、まあ、やっぱりちょっとこうワクワク感がまた蘇ってきた感じで、イルミネーションとか見に行っちゃったりも、まあ、してますよ、優雅に私も。じゃあ、娘さんはですね、で、サンタさんへの手紙をもう書き終わったんですか？書き終わって壁に貼ってますよ。そんなにあからさまに貼ってるんですか？いや、そんなに、あれって内密にやるもんでしたっけ、あれ。クリスマスの夜にはいはい。そっとなんか封筒に入れとくとか、そんな感じじゃないんですか？なるほど。さすがロマンチスト、大村慎吾さんですね。今の子たちはでも、まあ人によると思います。うちはちゃんと手紙に書いて、何々サンタさんくださいっていうやつを、バンと今、その手紙ごと壁に貼ってありますから。じゃあ、サンタさんが家に不法侵入してきて、その家に貼ってる壁紙みたいなところを見るっていう、そういうふうに思ってるわけですね。いや、もっともっと違う、ロマンチストなんですよ。だから、子供たちは。どんな思いを持ってんねん。書いたものはもうすでにどこかから見てくれているし、
なんだったら、うつけの場合はですよ、そんなこう、クリスマスの近くになってからいい子にしてるわけじゃなくて、今までをずっとサンタさんが見てて、いい子にしてたら持ってきてくれるんだよって、だからもうずっとどこかで見てるんだよっていうぐらいの感じですよ。そういう認識でいいの？いや、これは世界共通では全然ないと思いますけど、うそうちのなんや。娘は今そういうふうに思ってると思います。だから昨日ちょうど寝る前に、サンタさんどっから入ってくるだろうねって話をね、ずっとしてましたよ、ベッドに。本当。で、どっから入ってくるっていうふうに答えてあげたんですか？いや、最終的にはその窓を開けて入ってきたら起きちゃうかもしれないから、窓をすり抜けてくると思うよって俺が言ったんですね。そしたら6歳の娘が、ない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 って言ってました。ない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 って大きく手を振りながら、ないないないって言ってましたから、多分こっそり窓を開けて入ってくると思ってると思いますよ。じゃあじーっと見てたりするのかな。そうそう。なんかね、去年ぐらいはなんかそんな、絶対起きてるんだみたいなね、まあ、ある話かもしれないですけど、言って、結構遅くまで起きてましたけどね、10時過ぎぐらいまでね。それで朝起きたら枕元にあるわけ、プレゼントが。そうです、そうです。私もどうなってるかわかりませんけどね、もちろん。ちょっと笑っちゃってるじゃないですか。今日クリスマスなんですから、それね。これを聞いてくれてる子たちも、もしかしたら親御さんと一緒に、こうね、大村慎吾さんの話を聞いてる小学生の子とかもいる可能性もあるわけですから、大村さん。ダメですよ、そら。それはサンタさんがどこかで見てくれてるんですよ、子供たちの手紙を。だいぶ遅いですよ、もう帰ってくるのが。もう結構行っちゃってから帰ってきてますけど。そんな聖なる夜にね、そんな、じゃあそちらではどうですか？ケーキとかをみんな一緒に歩いてるメンバーで、ちょっと食べようかみたいな、こう、話あるんですか？そうです、24日の夜ぐらいに泊まはいるところの近くにケーキ屋さんはあるのかなとかね、なるほど、なるほど。ちょっとそういうことをね、気にしだしたりしてますよ。まあまあそうですよね。で、結局それ、クリスマスが過ぎれば当然年末がやってきて、年越しもどこかのこの宿でということになるわけですよね。そうですね。そうなんですよ。ええー。だからまあ紅白歌合戦というものを毎年やっておりますけれども、まあ大村さんは毎年そんなところじゃなくていろんなところのね、まあ神社に行ったりしてますから、そんなにまあ気にはなってないかもしれない。紅白歌合戦全然気になってないですね。あ、そうですか。私、一応音楽関係の仕事なんでね、全部見てまた解説してやろうかなと思ってるんですけどね。ああ、なるほど。まだ、回数は上がりますね。いや、まあ、見てくれる方がね、いらっしゃればいいなと思いますけども。いや、そうなんです。もうなんやかんやね、先ほども冒頭にも言いましたけれども、2021年もですね、今回の放送で、たまりらは今年は終了ということになりますので、改めましてね、大村慎吾さんの方からリスナーさんたちにですね、温かいメッセージが皆さん届きますので、心して聞いていただきたいなと、そういうふうに思うので、よろしくお願いしてもいいですか、大村さん。リスナーの方にメッセージですね。そうです。それね、繰り返して題名を言うあたりがもうね、アップアップ感が出てると思うんですけどね、大丈夫ですか。そんなことをね、初めて前もってちょっと言っといて。いや、でも今年最後の放送は、まあ、カレンダー見たら分かりますもんね、言ったら。いや、全然分かってなかったですね。そうですか。まあ言ってもこれ、たまりらのメイン MC は大村慎吾さんですかいや、メイン MC 映さんでしょ。ら。いや、違いますよ。大村慎吾さんありきの魂のリラックス略してたまりらですから。ええ。いや、まあね。まあ、もう1年終わるわけですよ。ね、そして来年は2022年ですよ。そうですね。2022年って言ったら、はい。2022ですよ。そうですね。今のところ当たり前のことしか言ってないですよ。今とか当たり前のことですよね。ええ。ね。2022って言えばですね、全部言え足ば、したら6ですよ。2と0と2と2を足したら6ですよと。はい。これ来ますよ。なん6かでいいす話。よ。ねね。え。ねえ。で、
6っていうのは、三角形があって、五角形があって、六角形ですよ。小村さん、なかったらいしわゆれーっと手を挙げていただけたら分かりますので。る、ね、これ六芒星というやつで、6号線、あ、来ました、来ました。はい。六芒星というので、これダビデの星と言われているものなんですね。お、持ってきましたよ、ダビデの星。ダビデの星、イスラエルのダビデ王というはい、人がいはい、て、わそかりのますね、人三の角形表とかすね、のわかがります。三角形が2つあるダビデのうん、わ星かります、わかりといます。うことなわけですよ。はい。で、これって、そのダビデの星っていうのは、やっぱうり世ん。界中でこう使われてるわけですよね。なるほど、なるほど。なので、2022年っていうのは、おそはい。らくですね、地球上がですね、うん。新しい局面に入っていく。ほ。そういうふうな年になると思うんですね。なるほど、急に預言者みたいなことを言い出しましたよ。そうなんですよ。だからね、これ、心して2022年は迎えた方がいいです。なるほど。思いのだかほら、かいいいつ、感じの話になりましたよ。はい。だから、社会的にも、経うん。済的にも、まあ、環うん。境的にも、えって思うようなことになると、なる事態があるかもしれないので、ないるほつど。でも視聴者の方々ね、もそうだし、私たち2人もそうなんですけど、いつでも新しい自分になれるというふうに思って、新しい年を迎えた方がいいと思います。なんかいい感じになってしまいましたよ。私の思い描く感じは、これでまあ無理やり振ったところで、あたふたなってですね、あ、もうこれはいよいよ苦しいってなったところで、もう本当に大丈夫です、ありがとうございました、さようならっていうイメージでいたんですけど、なんかこう綱渡りしながら、なんとなくレールに今乗っかっていきましたもんね。乗っかりましたよ。いくつかポイント変えながら。いや、最初はもう完全にグラグラしてましたけど、これが皆さんやっぱ300回やってきた大村慎吾さんの真骨頂ですよ、これ皆さんね。いや、素晴らしい。無茶ぶりするよね。いや、まあでもね、本当にね、記念すべき300回をまさかね、こういう形で迎えることになろうとは、250回の時には思わなかったですけれども、まあ、また改めてですね、こちらの方に帰ってこられた時に、まあ、300回ちょっと遅れた記念でね、何かしらこうそうで面す白いことね。できたかなというふうに思いますので、思います。はい。まずはもうね、半分超えたと、まあ、言われてましたけれども、ここからまだ1ヶ月はもうないか、3週間ぐらいですかね。また毎日歩かれると思います。体調、それから足腰は全然大丈夫ですか？全然大丈夫ですね。全然大丈夫。素晴らしい。全然大丈夫元です。気な人ですね。いや、素晴らしい。なので、またね、来週の年が明けて、今度は、来週の1月1日の放送が2022年一発目。それってやってるんですか、鎌倉 FM は。通もう常放送は。やってると思いますよ。多分。それ、お正月記念とかで誰か漫才師が出てくるとか、そんな落語家さんとかないんですか？いや、わかんない。今のところ何も言われてないんで、明けましておめでとうございますを私たちがやっていいんじゃないですか、その4時10分の枠はきっと。そうですか。ありがちょっとたいそれ話は。でちょっとなんか考えてください。なんか面白そうなこと。まあね、元日ですからね。そうですね。まあ、301回目という、まあね。また新たなスタートという日にもなりますし、2022年のスタートの日にもなりますので、まあ何か面白いことを考えついたら、ちょっとやってみたいかなと思いますけれども、ということで改めましてですね、2021年、皆さんたまりらをまた聞いてくださってですね、本当にありがとうございました。まだまだ、私たち自身はやる気でおりますけれども、どっかからもうやめろって言われるまではですね、続いていくようになると思いますので、皆さんまた来年もぜひよろしくお願いしたいなというよろふうにし思くおい願まいいたす。します。はい。ということで、大村慎吾さん、まだ気をつけて歩いて行っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。ということで、皆さん、本当に、今年一年もありがとうございました。ありがとうございました。はい。いつものように私がお相手は、宇津雄一と、大村慎吾でした。
それでは皆さん、さようなら、良いお年さを。ようなら、良いお年を。